辻吉郎8月24日昭和21年12月9日は日本の映画監督、脚本家、俳優である。初期の俳優時代の芸名は市川芝義造晩年に辻吉郎に改名している。明治25年8月24日秋田県に生まれる。東京市神田区三崎町にあった旧制大成中学校を卒業、秋田に帰り公務員をしていたが、 明治44年、京都に移住し、日活京都撮影所俳優部に入社した。市川芝吉造の名で、牧野正造監督、小野松之助主演のサイレント映画に多く出演した。大正4年、小野松之助主演の映画、大前田英五郎を演出し、映画監督となる。以降、日活京都一筋に、職人監督としての道を歩む。昭和4年、 辻吉郎と解明した。昭和17年、第二次世界大戦の開戦による戦時統合で、日活の制作部門が、ライト映画、新興キネ和と合併して大日本映画制作を設立したことを機に、小竹下鴨茂撮影所に移籍した。昭和18年、牧野昌蔵の三男で、辻のチーフ助監督だった。 牧野心臓と共同監督で、海賊またフット部を監督したが、同作が遺作となった。昭和21年12月9日、高等結核で死去した。万五十四歳暴打つ。昭和20年死去説もあり、大監督と歌われ、また、秋田弁のきつい人でもあった。昭和10年の、追い分け三五郎の撮影で、三岡龍三郎が、 清水の二郎長になった。三岡も秋田弁のきつい方だったから、このスムーズのズロツオーがとやったところ、辻監督は怒って、道岡くん。これは、東該道の話だよ。スムーズじゃない。スムーズのズロツオーだと教えた。これに恐縮した三岡は、わかりました。このスムーズのズロツオーがとおむがえしに、辻監督にそう答えたという。日活京都では、 蛍光映画で鳴らした監督で、嵐勘十郎によると、あだ名は、熱演監督だった。撮影中、夢中になって、うーん、そこそこ、と、身振り手振りで、キャメラの前に踊り出てしまい、役者があっけに取られて芝居が止まると、地味なんで、演技戦果、NG、NG、と怒鳴り倒す。フィルムには、辻監督の背中しか映っていない、といった調子で、アラカンは、とっくに、 NG や、面白い人やったと実感している。生涯133作を監督したが、現存する、フィルムプリントは、靴掛かけときじろや、追い分け三五郎、独毒路線前後編、海賊バタフット部等の5本のみである。追い分け三五郎と、海賊バタフット部は2005年、東京国立近代美術館、フィルムセンターの企画、発掘された映画たち2005で上映され、 ヤリクヨウは9.5ミリフィルムのダイジェスト版が発見され京都府が復元した。京都府では同府が所有するヤリクヨウの9分の全変映像ファイルをウェブ上で公開している。ありがとうございます。